ショート動画まとめパート4。今回は6月9日から22日までのショート動画をまとめたで、今回からいただいたコメントを何個かピックアップして動画内で使わせてもらったで、いつもコメントありがとうございます。おかげさまでチャンネル登録者数6000人に達しました。毎日応援ありがとうございます。それでは本編へ。な、よだそう、スティアーナ。現在警察が無能な都道府県といえば、メキシコ。え、困惑。くくったらメキシコは日本じゃないか。義務教育の敗北。ライトは戦争に勝利した世界。ラヨダソウスティアーナ。大学の食堂で国際情勢のニュースを見るたびに、それが世界の選択か、と寂しそうにつぶやき携帯で電話するふりをして、俺ら、どうやら俺たちとやる気らしい、などとほざいて、ああ、わかってる、あいつなりの考えだな、ラヨダソウスティアーナ、と電話を切り寂しそうに飯を食う。という周りの奴らに脅威を与えるのをやっ、エルプサイコングルーの元ネタやね。ゲルバナ置いてある。残業手当って略したら残手だよね。エバーかよ。残業手当がねえぜ。悲惨だから替え歌やめろ。なろうからやがれ飛び立つ。悲惨だからそこは変えてくれ。オープニング最後に台で笑ってしまった。残業か。はしょれメロス。メロスは人一倍に敏感な16の内気な妹にメロメロである。道で会った若い衆を捕まえて抱いても孤独の塊が腹綿の奥底に貼り付けになっている。言いたい、結婚してください。妹と日没までセヌンティウスしたい。16の妹と床に倒れ伏し呼吸もせぬくらい深いセヌンティウスを無心にしたい。笑ってくれ、一人は死ぬより辛い。目から水が湧き出て長いため息が出て気が沈む、ズンズン沈む。私は生まれた時から正直な男であった。急げメロス、遅れてはならぬ。愛と誠の力を今こそ知らしめてやるがよい。風体なんかはどうでもいい。メロスは今はほとんど全裸体であった。メロスの頭は空っぽだ。何一つ考えていない。ただ、わけのわからぬ大きなエロスであったパイパイを抱擁する空虚な妄想をして、勇者はひどく赤面した。は、しゃ、友達をおせっせの芋に使うな。セリヌンティウスを動詞にするな。セリヌンティウス風評被害で草。身長1センチ10万円で売買できるとしたらどうする？ワイは3センチ買うで、170の大台突入や。赤ん坊2人作る男が100万手に入るやんけ。サイコパスいて草。その発想はガチサイコ。最低等級までなった方がこれがいい。高さ3メートルぐらい欲しい。送料無料。5500円のやつ買うで。ただいま割引中なので4970円になります。ありがとう。送料が入って合計5700円になります。お、9点の目代わりセール。マジでこんな感じ。 AED 講習。男性の方で胸毛の濃い方たまにいらっしゃいますよね。うん、そういう時は電極パッドが密着しなくなっちゃうので。うん、胸毛をむしり取ってください。むしり取る。緊急事態なので何しても許されます。許される。 AED にはカミソリも入ってます。むしり取られた衝撃で復活しそう。電車でイヤホンしてるやつに、迷惑だからイヤホンするのやめなさいとか言うババアと、わかりましたって言ってスピーカーで音楽流し始めるやついて、まさに父が痛い父がいって感じの言い合いが始まって笑いこらえるのに必死だった。周りの迷惑しかけねえためのエアコンだろ。ことにはクソ迷惑でくさ。関西人の女。うう、気持ちいいよ。行きそう。うちも行きそう。ほな行きまっせー。平成です。どうしたの、深刻そうな顔して。ちょっと悩んでんだ、ほっといてくれよ。ふん、話変わるけどさ、髪薄くなった。話変わってねえよ。頭つかりすぎだろ。菓子袋の中の食べれませんって袋わら、結構うまいやん。あとトイレについてる飴玉もうまいよな。ついでに言うとエンブリンも飲むと最高にうまい。頭最高におかしくて笑った。顔色からしておいしくなさそうで笑う。面接、次の方どうぞ。失禁いたします。ジョロチョロポター。わら。
すいません、失礼するつもりが失禁してしまいました。そこの説明いる？対応はな、明けない夜はないぜ。今日もまた残業かー。ってそれ残業を全然頭おかしい。どんだけ出してんだよ。はじめまして、小林です。買ったわらどうも小林です。遅れてすみません。いつか髪盛り出てよ小林です。健康診断の時検尿ってあるだろう。この時、こっそり大きくお茶を持っていく。トイレに入ったらオペレーションスタート。検尿カップになみなみ注ぎ、たっぷんたっぷんこぼしながら看護婦のお姉さんに差し出す。お姉さんが、そんなにいりません。そういったらチャンス、一気に飲み干す。やば、最悪すぎて。そのまま心療内科に連れてかれそう。いかがでしたか？個人的に好きなんは、身長バイバイの回やな。アーラーテールみたいな BGM 演出が気に入っとるで。なお、今回の再生数トップ3はこの通りです。電車イヤホンの回からチャンネル登録一気に増えて、めっちゃビビったで。では、今回のまとめはここまで。ご視聴ありがとうございました。良ければ、高評価とチャンネル登録をお願いします。